はい、ということで、今回も早速1分解説をやっていただきたいと思うんですけどはい。も、最近気になる AI に関するニュースありましたか？はい。はい、あります。じゃあ、そのニュースについて解説していただければと思います。では、よろしいでしょうか？はい。はい、では、いきます。よーい、スタート。皆さん AI と言ったらですね、まあ将棋とかチェスなどのゲームを想像する方も多いと思います。実際に AI が人間と対戦して勝ったみたいなニュースはきっと皆さんも記憶していることでしょう。しかしですね、最近、面白い AI の活用の方法があったのでご紹介したいと思います。なんとですね、まあ、リコーという会社と日本将棋連盟がですね、将棋の棋譜、まあ、いわゆるどんな風に将棋の手を打ってたのかの記録をですね、AI でやるというシステムを取り入れたという風なニュースがあります。これすごい単純な作業なんですけど、今までの人だと1割から2割ぐらいのエラーがあったみたいなんですね。ただこれを AI を活用することによって、ほぼ正確に将棋の記録を取ることができるという事例です。まあ、こんな風になんかすごい単純な使い方ではあるんですけど、こういう単純な使い方も使いようによればとても便利だなというふうに思っていますので、なんかこういう、まあ、人をカウントするとかですね、こういう単純な AI の活用をもっと進んでいけばいいんじゃないのかなと思いました。